さあもうすっかり常連、しょっちゅう2人でやってますの2人でございます。カナジャンショールとかやってきたね。なかなか食いてくるの元気がいい。もう一回、あーあっという間にスタンが入って、いざ中取る。おーおー、勝利仕込んだった。さあ剣亀橋持ってけたが、かかとは通ってゲージは吐かず。ちょっとこれはやりすぎたか。めくり電人は、電人じゃねえや、あの電磁は後ろの方に迷うなんてあるですね。一文字いいドセンター入る。ネクロとかショーンの試合が定期的に見れるのはすごい。あのアブくんネクロ使うんで今日2人いますから。あーいい電磁拾い、これで画面端持っていけたのでかい。これはリープからつながります。鮮やか。坂部君強くなり方がかなり早いんだよな。We await your return, warrior. Welcome to the world of Street Fighter. やっぱ酒飲みながら見るのはスト5じゃなくてサードだな。いいな、ヒロさん、俺にもちょうだい。大きい電磁、さっきと同じ電磁2回のコンボ。あー投げの外から中ヒジェルク N 投げ画面端、これはタイトル大電磁はいいジャッジ。この辺りのねコンボチョイスとかそのゲージ回収の瞬時の判断力、これも純粋に経験値になってくるので、なんか瞬時にね、なんだろう、最適解を選べる人はやっぱり強くなりますよね。ちょっと前線だったか。さあ草壁くんリーチ、ね、いい位置保ってますね。剣のダッシュの外側から、ね、黒がチクチクやってる。そして気づいたら亀橋壊して中盤中盤ユクサド飛びが通るが、なかなか剣側がね大きなダメージにつながりにくい。もう一回電磁ダブルでこれでストレート。さあ草壁くん勝利。じゃあ小森さんとダットリーマン、ダットリーマン試合だよ。